朝の葉文様。数のような反転配色は、家紋では、影朝の葉と呼ばれる。朝の葉文様は、大朝の葉をあしらった図柄。朝柄とも言う、日本の伝統的な文様。基本的な形は、正六角形で、幾何学的な形で、葉の形に似せるなど様々な種類がある。平安時代には、仏教の尊像の衣服の図柄に使われており、 次第に普及し、江戸時代には着物の流行の図柄となり、赤子の産着としても定番の柄である。家紋や新紋、それ以外にも伝統工芸、他一般に様々な場面で図柄として使われている。家紋の朝の葉、あるいは朝紋、イン部氏の末裔の門と考えられるが、家紋の歴史の方が新しい。図のものが家紋の朝の葉、 白黒反転したものが、影朝の葉。五角形の朝の葉二教。大朝彦神社の神門は朝の葉であり、外の線が葉形になった文様が、拝殿に掲げられている。これは、間を崩しとか、向こう朝葉と呼ばれる。大朝彦神社の神職、長池の家紋も朝である。八角形で、花形のものは朝の花。朝の葉を例で囲んだ。丸に朝の葉は、 青素神社の神門にも使われている。囲んだものに、雪輪に、朝の葉があり、丸に、新朝の葉では、六角形ではなく葉型をしている。三菱型に塗られた、三つ割朝の葉、中心が塗られた、外三つ割朝の葉、拡張点の外に皮脂がある、朝の葉車。線が重ならないように二つつなげた、打ち合い朝の葉、そうでなく二つが重なっているものは、記憶朝の葉。 話して三つでは、三つ森や朝の葉となる。茨城県、麻生町の関武平氏繁盛流大城氏族、麻生や大阪、豊中市、浅田町の浅田連続の家紋に、丸に朝の葉、朝の花が使われていることがある。繁に菩薩万だらず、南北朝時代。中心の藍色の地の模様が朝柄の変形。古くは鎌倉時代の初期以降の、 13から14世紀の仏像の衣服にこの文様が用いられている。それは密教系の尊像や曼荼羅の地の模様として集中しているとされ、喜び派の並ぶ詩による尊像に採用された。当初は多くの柄の一つであり、時には上からさらに丸紋が重ねられ、気づきにくいものであったが、室町時代には浅の葉文様の部分は面積的にも大きくなってくる。 仏教美術が没落していく中で粗雑な像の衣服にも朝の葉が取り入れられ、またこれらは比較的地位が低い存像であったが民衆からは慕われており、このことが朝の葉文様の民衆への普及に関係しているのでは、とも言われる。帯などとして、元禄時代から朝の葉の柄があったとされる。歌川報告作、1860年、八百八百七。 丸に封じ文の門、朝の墓の小柄の振袖で、現代のお七の衣装と配色こそ違うが、典型的なお七の衣装である。17世紀から18世紀の浮世絵に描かれるようになり、この時代のほとんどの浮世絵師が朝柄を描いているため、江戸時代の初期には朝柄が広まっていたことがわかる。1809年、五代目岩井半四郎が歌舞伎で、八百お七を演じた際、 その着物には、朝木色の地に、かのこしぼりで、朝の葉文様があしらわれた。半四郎のかの子と呼ばれ、江戸の女たちの間で、着物の襟や袖、裾に、朝柄を取り入れることが流行した。また、文青年間には、大阪でも、芋モセ松という芝居を演じた、嵐役期間が、お染めの役の時に、朝の葉文様を採用し、K、大阪では、お染め形として好まれた。 勝川春章作。不明の役を演じる三代目、大谷博次。男役では珍しい朝柄の着物を着ている。江戸の人々はねじれ模様も好きで、朝の葉文様がぐにゃぐにゃとねじれている、ねじれ朝の葉もある。朝の葉文様の中に絞り文様を入れたり、向かいずるを入れたり、波模様と組み合わせたり着物の柄としては、様々な形をとる。幼児の産木では、 江戸時代の浮世絵によく朝の波紋用の着物を着て描かれたり、朝のようにすくすく育つようにとの願いが込められていると言い伝えられてきた。また朝には虫が寄り付かないことから虫けなく健やかにとの願いを込めた。こうした各地の伝承については、払いの構造の中で紹介されており、他にも無病息災、長生きといった願いが込められているとされる。また、 背中側の縫い飾りにされ、魔除けになると信じられてきた。背守りの方は、朝の葉が標準的ということはなく多様な種類がある。幾何学的図形の一種なので、魔除けに使われたとも指摘されるが、別の研究者は述べたように、古くは仏教で使われていたことを指摘している。また、葛飾北斎は、北斎漫画の中でその描き方を紹介し、新型小門帳においては、 模様の12種類のバリエーションを創作している。茎修造が1930年の息の構造の芸術的表現の章にて、朝の葉は息ではないと述べているが、横より縦の島模様の方が息だとか、放射状に一点集中したものは息でないとか、つらつらと書き綴りながら、島ではないのは息ではない、三角形がある朝の葉、カゴメは息でないとしている。 これに対して、安田武氏は1979年に、息の構造を読むという本で反論しており、茎はこういう模様には別の面白さがあるというかも、しれないが、歌舞伎の衣装でも朝の葉は、生きの扱いであって、茎の独断的な部分が逆に面白いと語っている。伝承されてきた重要無形文化財の徳山の盆踊りは、静岡県の浅間神社の霊祭。その盆踊り、いは、 金世の初期の歌舞伎踊りを残しているとされる。娘たちが朝柄の浴衣を着ている。箱根の伝統工芸の寄席細工に使われている朝の波紋用。鈴木春の部作。雪の中で傘をさす女。赤い朝柄に鶴の着物。二代目、歌川国旗作。八百八百七。勝川春章作。描かれているのは四代目、岩井半四郎。 ありがとうございます。